ハプログループ C の分布、ハプログループ C は、分子人類学におけるミトコンドリア、DNA ハプログループの1タイプであり、ハプログループ CZ の小型のうち、489、1 4 0 14783、15043等で定義されるもの。カスピカイとバイカルこの間のどこかにおいて、約21700年前に誕生したと考えられている。 南アメリカから中央アメリカにかけてのアメリカ先住民で最大80%の高頻度で観察されるほか、シベリアにおいてもエベンキで72%、ユカギール人で69%など高頻度に観察される。東アジアにおいてもそれほど頻度は高くないものの観察される。C1 はアメリカで観察される系統だが C1R のみアジアでも見られる。 バンオブン、マニス、マンフレット・カイザー、アップデーテッド・コンプリヘンシブ・ファイロ・ゲネティック、ツリー・オブ・グローバル・ヒューマン・マイテコンドリエル、DNA ・バリエーション、ヒューマン・ミューテーション30、E386E394、ドイ、10.1002、e、フム。 2921プミド1885万3457リリーブド2009年5月20日イフルマトリ1.02三454アズオブオクトーバー23にゼンギ G、ジーキーエトール千998ハップラグルーポスフンドドースデル DNA マイテコンドリエル EN パブロスヨネスコロンビアナスアポーテエイロースエストュディオス EN アメリカ ポンティファカ・ニーベルシダット・ホベリアナ、サンテフ・デ・ボゴタ、コロンビア・ハット・ AB ・エレナ・ストリコフスカイア・エトール2003から2005・マイテ・コンドリエル、DNA ・ダイバーシティ・イン・インディジェナス・ポップ・ヤレシャンズ、オブ・ザ・サザン・エクステント・オブ・シベリア、アンド・ザ・オリジンズ・オブ・ネイティブ・アメリカン・ハプラ・グループス、ハット・ ABC ・ナタリア・ V、バラドコ・エトール2008・マイテ・コンドリエル・ゲノム・ダイバーシティ・イン・アークティック、 サイビリアンズウィズパティキュラーレファレンスツーザエボリューショナリーヒストリーオブベリンギアプライスタセニックピープリングオブザアメリカズハットサブグループシーチトムエリカエトール2007ベリンギアンスタンドスティルスプレッドオブネイティブアメリカンファウンダーズマイテコンドリエルゲノムダイバーシティインアークティックサイビリアンズウィズパティキュラーレファレンスツーザエボリューショナリーヒストリーオブ ベリンギアプライスタセニック・ピープリング・オブ・ザ・アメリカズ・ハット・エベニザース・ド・ハター・シーグリザース・ンナ・エトール2011・ A ・ニュー・サブ・クレイド・オブ・マトドナ・ハプラグループ C1 ・ファウンド・イン・アイスランダース・エビデンス・オブ・プレ・コロンビアン・コンタクト・ AB ・チャンドラ・シェイカー・アディム・ウーラム・エトール2009・アップデーティング・ファイロジェニオブ・マイテコンドリエル・ DNA ・マクロ・ハプラグループ・エム・イン・インディア ディスパースセルオブモダン、ヒューマン・イン・サウス・アジアン・コリドール・ファット・ハプラグループ C、4C、ありがとうございます。